そこで、福島県浪江町の、避難指示解除に関する、住民懇談会というものが開かれたので、急遽見てきたんですが、もうなんかすごかったですね。多分、水道が入ってたんですよね。だから、避難指示を解除するから、それを説明をしますみたいな感じで、もう延々と喋り続けて、どういう形にしようということがありまして、それで、もうなんか、この発言っていうのは、そこまで30年、40年、これからも受け入れないで、そこまで立てたら、浪江町が消滅しちゃうから、それを全く全部殺すことができないから、何だ
ましたね。それから福島省原発の中には全然核燃料は全く手付かずで、放置されている状態ですが、で、重大な事故状態なんですけど、まあ、それはそれとしてただ、なんていうか、バランスをとって東に解除しますみたいなことです。いかがしようかろうということで、大変なことになってたんで、まあ、やんわり、まあでもその、まあ役人ですから、やんわり、やんわりとした口調で言ってるんですけど、全然、内容的には、お前らぶっ殺すって言ってないなと言っていました。まあ、実際はやんわりでも、そんなでもないんですけどね。まあ、そういうことを、これで言いました。詳しくは、その模様を全部、インターネット中継させていただいておりますので、それまたお聞きになられたら、よろしく、していただくほどのことをよろしくお願いいたしますという感じでございます。まあ、アーカイブもできておりますので、2時間40分か30分ぐらいですね。なんか、なってました。これはひどいなという感じです。だから、避難地区、避難地区指定が解除されても、帰りたくない方は帰らなくていいですみたいなことを言ったんですけど、地震だということになったら、なんか、金銭的な、その、なんですか、住民に対する、援助とか打ち切られますやんって話じゃないですか。そういうインディープレーナー5年みたいなですね、ことを、うるさいんや、早いんじゃないかって話を、見させていただいたんですけど、で、司会のやつが遮るか、お前止まれんとかって、もうちょい出てきたんで、そういうことで、あ、これがこの国の現実です、ということを述べさせていただく。ありがとうございます。なんか広告だったのか分かってないのかよくわからないんですけど、ちょっとありがとうございます。どうも。広告は よもぎ餅です。よもぎ餅をちょっと喫食させていただきます。あ、お昼の、あ、どうも。あ、だいぶ暗くなってはい、だいぶ、てか、よもぎです。よもぎ、冬はだいぶ、衝突しちゃうなと。結構危ないですね。
ね、前から言ってたけど、絶対にスピード入ろうとするんで、さっさとしようと。あ、どうも、行くのも前から。来ないよ、なんか雨が降りたな。でも、晴れてるんですけどね。あっちの方が雲が。あ、どうも。やつらの家に当てられたんで、昼から、ご飯を食べてちょっとお昼寝したらちょっと大丈夫かな、布団がいいなっていう、やっぱり立っていいなっていう、布団大丈夫したらさ、じゃ食べられないんですかね。ちゃうと思うんですけど、マイクのところにパーとインドランドがあったんですよ。それからトランプ大統領って言っちゃう。携帯電話、携帯電話、凄まじい携帯電話。インドジャマーの色、毛の色が。シャウトしてるところ、そうですね、ちょっと見た目的にしちゃっちゃう、みんなびっくりするかなっていうことはあるけど、あと水に濡れるとなんか腕みたいな、それはそれでなんかややこしいなって、持ち歩くのはちょっと、ジャスミンティーの方が、ジャスミンティー 500cc。
ありまして。久しぶりに消えたんです。風が強すぎん。でもそれ関係ないから辺野古の方もだいぶ寒いらしいですね。いや。あ、寒いと思います。なんか冷えってなってます。冷えてる時もなんかやっぱり冷えってなってますね。台湾の気候ってどうなのかなって思って、突然台湾の気候が気になったから、ネットで検索したら寒いらしいですね。2月ぐらいっていうのは台湾一番、はい、意外に沖縄島より寒いのかもしれないですね。でまたあの風がかからないところに来た。はい、あ、もしかしたらあれかもしれないです。東京の、方も、キャスが不具合、もしかしたらそのサーバーワークが変わってるかもしれないですね。そうですね、考えられることですよ。今のこの携帯電話に機種変したから初めてあの今回線切れたんですね、はい。で結構雨が多いらしいです。まあそんな台湾の話なんですけど、緯度が赤道に近いかと思われるのでやっぱり暑いかなと思ったら結構寒いらしい。映画では見てても結構なんか
あれですよね。なんていうんですか、割と厚着してはったんですかね。ウーリンチ殺人事件とか、とか言うと、なんか、結構皆さん厚着してた。というか、その、マレーシアとか、香港とか、タイとか、フィリピンとか、でも、寒いときは寒いらしいんですよ。一年の寒気というか、冬というか。寒いときは寒いらしいですよ。香港は割と、その、一番寒い。週末はディスコで、ディスコではないですから、あと降りましたね。風はちょっと強いですよ、ここは。はい。ちょっとでこの携帯のマイクの音で風が響いちゃうから、余計ちょっと音が聞こえない、僕の喋ってることは喋ってる声が聞こえづらいぐらいの風が吹いてると思います。
ーバーエーテルさんから、キオセラーの、携帯電話の方は、確か前の一応の方が、今も家にあるんですけど、やっぱりエクスペリアのは音がいいですね、あのマイクの。マイクが 2つあるんで、メインマイクとサブマイク2個あるんですよ。でサブマイクの方はその、メインカメラのレンズの横っちょにあるんですね。だから動画配信中はそのサブカメラ、サブマイクが作動して、すんごい音が綺麗、クリアに聞こえる。さすがっていう、やっぱりあの最新の iPhone7 とか63にも勝つるぐらいの音質を発出できるですね。さすがの、やっぱソニーな、やっぱソニーだねっていう。ウォークマン、なんかあの連想ゲームの適当なこと言ってるんですけど、だからそのそういうレガシーなところってやっぱりそのさすがですよね。レガシーなその機能っていうのは、その塩酸処理とかそういうところは全然あれなんですけど、全然かなわないんですけど、あ、どうも、あ、こちらどうも、ありがとうございます。こんばんは、どうも、どうも。今、完全の前のあの例のプロピコーボーゾーンで、風をよけてる寒いから何の配信か分からなくなってます。こちらとか売ってましたね。130円ですね。これちょっとしか入ってないからね、やっぱコーヒーのやつ缶のコーヒーで最近上の方やってきたんじゃないですか。これが130円です。最近の缶のコーヒーより、あのあれじゃないですか、コンビニとかで100円のなんか引き立てコーヒーっていうのが売ってるじゃないですか。あれでかなり缶コーヒーさんはあの打撃を被ってるのではないかなと考えられます。はい、っていうか缶コーヒーの話をする、それはこれが関連法行動です、ストップ原子力です、はい。本当に殺しにかかってるなと思いましたね。今日また戻るんですけど、なんすか、復興なんていうの、復興っていうのは国の復活って意味だから、ね、あの人民の復活じゃないんですよ、ね。復興っていうのは全体の復活っていう意味だから、個人の復活っていう意味ではないんですよね。復興のためには個人は停止になってくださいっていう話じゃないですか。で、じゃん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 銀行被害が顕在化している今日中に、復興のために避難指示解除します、ふざけんなら行かせるかと思います。ということですね、あ、もうそろそろ誰がちょっと
先ほど言ったその地下鉄のサーバーが開かないとかっていうのが結構多いんじゃないかと思います。はい。そのラム容量がその少ないやつとかだと、このついてきたら割と軽いアプリではありますけど、どうしてもちょっと。寒いんでしょ、早めにかからずけしようという。本日もこの朝の11時から行われてるんですけど、僕が今、さっき言ったところで、なんでこういうことに行動というのは、実際が金曜日 の、 朝の11時ぐらいからやってから、もうこれはちょっと、あまりにもちょっと寒いすぎるっていうことで。あ、大丈夫です。今ちょっとあれですね。嵐が。あ、よし。はい、ちょっと見ます。はい。はい、ああ、ちょっと。風よ、焼け石に水というか、焼け石に毛っていうか。焼け石に毛状態で、毛根、いや毛根っていうか、焼け石に取らんかった。
はい。あ、どうもどうも、ハコさんは。今日は割と早めに終わるみたいです。電気嘘が。電気嘘。やっぱ大江千里。ああ、ちょっとちょっとちょっと。完全放送では、なんか、ビールで終わりです。どうも、ご視聴どうもありがとうございます。本日は割とお昼時間からの、人間プレーだった、関連のたわごとが、なんか、確実なもたにさらされてしまうという、今日この頃だったんですけど、どうも、ご視聴どうもありがとうございました。失礼します。どうも。